アマゾンプライムデー最終日ということで、皆さん最後までお買い物お得にできたでしょうか。私が今回購入したものを紹介していきたいなと思います。その前にですね、最後まで悩んだ商品、ミグラトレイルブラックシェードということで、こちらはですね、もうはめ込み式でハイエースにポンとこう一番後部のね両サイドの、窓に、付けられるような素材のものになっているんですけれども、高いクッション性ということと、まあ断熱効果もある特殊マットということでですね、意外とハイエースの一番後部の両サイドの窓ってあまり使わないことが多いです。車線変更したりとかするときも、真ん中の窓で十分ね確認できますし、まあ、これをつけることで、まあ いわゆるね先ほど言った遮音性、断熱性という、あとはガラスを守ってくれるというところを考えると、やっぱかっこいいですよね、このねメーカーから出しているものって。特別なんかこうねシンプルなんですけれども、やっぱなんとなくセンスがいいような感じがしてます。ただし、まあ、ちょっと私がね実は本当に欲しかった商品がこちらで、これですよ。めちゃめちゃかっこいいんですよね、これね。モールシステムっていうんですかね、モールシステムシェード、これね、いろんなこうね男心をくすぐるようなアイテムをたくさん収納すっきりとね、できるということで、これが先ほどのような値段だったら間違いなく買ってました。これしかも片方なんですよ。両サイドのウィンドウに対応してるというふうに書いてるんですけれども、これ片方しかついてなくてこのお値段ということで、センス抜群なんですけれども、その分お値段もなかなかいいお値段してるよねというところですね。これ一応このなんかね、いろいろ取り外しもできちゃうような感じで、マジックテープとかも多分変幻自在に使えちゃうような感じなんでしょうね。これ値下げしてて欲しかったですね。いや、片側だけでもいいから欲しいな。片側ね、黒のシェードで片側これみたいな感じでなんか販売してほしいですよね。それで1万5000円、2万円ぐらいとかだったらね、最高なんですけど、まあ、ちょっとまた多分これね、流行っちゃって他のメーカーが出してきちゃうかもしれない感じのアイテムですよね。すごくこれ気になったアイテムでした。ちょっとこの値段で手が届かずというところでしたね。で実際に私が、あ、これね、しかもね、ジムニーの商品もあったりとかして、ジムニーにもこれ取り付けたら最高にかっこいいですよね。今ちょっとねジムニーいろいろ見てはいるんですけれども、まあそれはちょっとまた別の動画でしたいなと思います。私は実際にね購入した商品はこちらですね。アンカーの高耐久ナイロンということで、充電ケーブルはもうアマゾンセールでは鉄板でね、気になってた方は買う方が多いんじゃないかなと思います。まあ、100ワット対応で2本セットでこの値段ってめちゃめちゃ安いんじゃないかなと思って今回これをね購入させていただきました。あとはですね、電池ですね。電池はこう充電できる式のものが今回かなり安くなってて、単3と単4ね8個セットを購入しました。単4がちょっと見当たらなくて、うん、単4が 20% オフだったんですよね。かなり安くて、もしかしたら売り切れちゃってるのかな、ちょっと私が 見つけられなかっただけなのかもしれません。で、ガーミンの時計めちゃめちゃ今回安くなってます。こちらビューアクティブ5というもので、3万9000円が3万1000円ということでですね、あの中古価格よりも安くなっている可能性がちょっと高い商品、これめちゃめちゃいいですね。今回セールなる前に購入して、もともとねこれぐらいの値段で売ってたんですよね。今回特別安いってわけじゃないんですけれども、この、うん、すいません、セールが終わったらおそらく、ね、また値上げしちゃうかもしれない商品ですね。これね、あのものすごくいいです。まあ、アップルウォッチとか前使ってたんですけれども、バッテリーが1日なくなってしまうっていうストレスから解放されたくてですね、まあ、今回これスイカ対応にもなりましたし、あの画面を暗くしたら11日稼働ということ、常時点灯ですと、まあ、3日間で、落ちちゃうんですけれども、それでもかなりね進化したなと。まあ、常時点灯できる機能があるのにちょっと常時点灯させないっていうのもちょっともったいないなって個人的には思っていて、まあ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 3日ぐらいだったら我慢できるなっていう形でこちらね購入させてもらって、ウォーキングとかランニングまで行かずと、まあ、筋トレしたりとかするときに今回これね使わさせてもらってますが、今のところ調子いいですね。かなり気に入ってます。
これですよ。あとは私が前もお伝えした人生で買ってよかったものベスト3に入る、まあ5って言ったんだけど、ベスト3にもね入っちゃいますね。これ、マグニフィカ自動エスプレッソマシンです。いわゆるセブンイレブンとかローソンとかああいう売ってるものの、まあ、コンパクト版みたいな形で、これ一つでちょっと手間はかかるんですけれども、カフェラテとか、カプチーノとかそういうのもね作れちゃうんですよね。ここのねミルクを温める部分で使って、コーヒー落としてここでねミルクを入れてあげるみたいなパターンでやってあげると、カフェラテカフェオレもカフェラテカフェオレカプチーノも作れちゃうっていうようなね代物になります。毎朝私はこれをねアイスコーヒーを作って、まあ、氷ガーって入れて、これもうワンタッチでねボタンで、アイスコーヒーを入れて最高の、朝の気分というか時短もできて、美味しい豆から作るコーヒーもできちゃうというね、まあ、本当にね、コーヒー大好きな方本当おすすめな商品になりますね。合わせてですね、いつも業務スーパーで超お得な豆を買ってたんですけれども、今回この豆を改めて初めてですね買ってみました。2700円でね 500g4 袋ってめちゃめちゃ多分コスパいいかなと思います。業務スーパーまでは行かずともですね、これがねすごいね、やっぱせっかくいいコーヒーマシン買ったから、ちょっと美味しい豆でも飲んでみたいなということで、これね試しに買ってみました。あとは私がいつも使ってる GoPro ですね。これめちゃめちゃ安くなってます。54,400 円って、私が買った中古で、買った時よりも安くなってるかもしれません。私は9か10を使ってるんですけれども、まあ、12ということで、これすごいですね。充電も2つついてきて、まあ、もうその場ですぐね取り始められちゃうよというような、まあ、セット価格、しかも2年保証と SD カードもついてますということで、もうね、しかもサイドドアってこれ意外と大事なんですよ。この一番右にあるやつですね、こちら、これね充電しながら使えるっていうね、パススルードアっていうんですけど、これもね最高に使えるアイテムになってるんで、もうこれね最高です。気になってる方、まあ旅行のお供などね、あと YouTuber の方も必見なものなのかなと思います。あとビールはこちらにしました。3490円、グリーンラベルですね。これの 500ml を購入することとしました。炭酸水もめちゃめちゃ安かったです。今回ねちょっとねプライムで先行セールの方がこれ安かったですね。なんとなく勘が働いたというか、先行セールで800円ちょっとで買えたんですよね。これからさらに200円クーポンついてましたみたいな形で爆安だったので、まだあるんですけどストックということで購入しました。ということで、あとはエムリットフィルターですね。ハイエース商品ではエムリットフィルターを購入したということで、ちょっとね、アマゾンで売ってるハイエース商品はもう大体網羅しちゃってるということで、購入する商品がなかなか出なくなってきてるというところで、まあ、今回ね、マンマークできそうなところですね。こういったところを、まあ、ちょっとマンマークしながら、今後の参考にしていきたいなと思います。あと残念だったのは、ワコーズから出している D1 ですね、Amazon では売ってるんですけれども、それでいわゆる添加剤ですね、インジェクターを、すいません、頭朝回ってないですね、インジェクタークリーナーですね、インジェクタークリーナーで、いわゆる燃費を待たせたりとか、エンジンの状態をよく、インジェクターの状態を良くするっていうもの、あれがね6000円からオフになってなかったので、ちょっとそれもね残念でした。ということで今回ね最後まで走り切れたかなと。私もね実際また別のね個人的なもの購入してて2万4000円ぐらい購入してるんですけれども、皆さんもね最後まで、しっかり Amazon プライムで堪能していただきたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。